後ろにあるのはですね、ナスとかピーマンが植えてある畑なんですけれども、これからですね、その畑にバジルを植えていきます。で、これがその苗なんですけれども、こちらはですね、バジルの中でもホーリーバジルというバジルでして、よく東南アジアとかでですね、栽培されているバジルの一種です。で、一般的なバジルと比べるとより香りが強かったりっていうところでして、これをですね、このナスの株間に少しずつ植えていきます。で、バジルはですね、こういう香りを持つ植物なので、少しその害虫を寄せつけないみたいな効果もあると言われてまして、そういうのが一つとですね、あともう一つは夏頃になるとですね、花をですね、次々たくさん咲かせます。で、その花を求めてやっぱりいろんな虫がやってくるので、このバジルを植えることで花を訪ねにやってくるですね、いろんな虫を畑に呼び込むことができます。それも期待をしています。大きくなったらですね、その芽を摘んでですね、収穫して出荷をしたりもします。で、よくガパオライスなんていう東南アジアの食べ物に使われるハーブがこちらでして、結構最近そういうエスニックな料理も流行っていたりするので、好む人も結構多くいます。